女子会でフードをオーダーすることになりました。さて、あなたはどのメニューを注文しましたか？ A. 豆腐サラダ、 B. 焼き魚の切り身、 C. 唐揚げ、 D. チゲ鍋。ピコちゃんはどう？やっぱり女子会だからヘルシーに豆腐サラダかな。そうなんだ、うん、男子の目線気にしなくていいからもっとこうガツガツしたものを食べるのかと思ってた。そうなの、ちょっとね、焼き鮭はもう食べ飽きたかなっていうのがあってそっかそうなんだ。そうだね、よし。じゃあ、 この診断でわかるのはあなたがセックスで一番感じる体位です。うん、深層心理において女子会でのオーダーはこれから気分が盛り上がる直前の思考、つまりエッチの際にどんな体位が好きか一番感じるかが分かります。うん、 A の豆腐サラダを選んだあなた、相手の顔を確認できる正常位が一番、相手の反応が分かりやすい方が感じそう。変わった体位は恥ずかしいと感じてしまい楽しめない傾向があります。正常位がベスト。うん、そして B の焼き鮭の切り身を選んだあなたは、あなたがリードできる騎乗位が大好き。あなたは女性が上にまたがるスタイルに実は大興奮、特に女子が積極的な方が好きでしょう。いつも主導権が逆転する雰囲気に続々して盛り上がりそう。 C の唐揚げを選んだあなたは、動物みたいなワイルドなバックがお好み、ちょっと支配的な感じにドキドキ、お尻が丸見えになっているかもと想像するともっと感じてしまいそう。 D のチゲ鍋を選んだあなたは、ゆっくり楽しめる対面剤、相手と見つめ合いながらキスしたりして愛を深めていけるラブラブな体がお気に入り、抱っこするような剤でイチャイチャすることで満足できます。A の豆腐サラダを選んだピコちゃんは、うん、相手の顔を確認できる正常位が一番なのね。あ、なんかこう丸裸にされちゃった気分で恥ずかしいね。正常位好き？嫌いじゃないよ。僕もね、やっぱ相手の反応が分かりやすいし、うん、正常位がやっぱ一番かな。そうなんだ、うん、なんかこう正常位の時にドキドキしちゃうようなのって何かあったりする？そうだね、こう相手がこう手をつないでくれたりとか、うん、足でこうもっと僕のことを引き寄せてくれたりとかするとなんかこう嬉しいかな。なるほど、うん、ありがとう一徹先生。うん、ありがとう、こちらこそ。今日の心理テストまとめると、ピコちゃんは、うん、言葉攻めをする才能があって、うん、唇や舌が性感帯で、で、正常位が大好き。もうちょっと恥ずかしいからまとめるのやめてよでも自分でも知らなかったことがいっぱい知れて勉強になったかも。うん、みんなはどんなエッチな女の子だったかな。このテストではみんなの深層心理から導き出されてるから、今日の結果に挑戦して鮮やかなセックスライフを送ってくださいね。